ミーラー・ン・シャーは、ティムール朝の王族。王朝の創始者であるティムールの三男であり、ティムールの側室、ミンリチェクを母に持つ。ムガル帝国の創始者バーブルは、ミーラー・ン・シャーの夜叉後に当たる。1376年に、兄のジャハーン・ギールが没した後、ティムールは、ジャハーン・ギールの妻だったソユンベグを、ミーラー・ン・シャーの妻とした。1380年に、 ティムールからホラーサーン地方の同地を命じられ、1384年までこの地に駐屯した。1383年にホラーサーンの都市ヘラートの住民がティムールの支配に対して反乱を起こした際、ミーラーンシャーは反乱の鎮圧にあたり、ハントの頭蓋骨を積み上げて塔を建てた。1396年までの間、ミーラーンシャーはティムールが実施する遠征に、 毎年従軍した。1387年の3年戦役で行われた、イラン西部、コーカサスへの遠征の中で、ミーラーンシャーは黒羊アサが支配するムスと、クルディスターンを攻撃する。1393年からミーラーンシャーは、アゼルバイジャン総督に任命され、この地で前世を敷いた。ティムールが、インド遠征から帰還して間もなく、ミーラーンシャーはティムールに対して、 反乱を起こした。反乱の原因について、落馬によって精神に異変をきたしたことが原因だと伝えられているが、ミーランシャーは、ティムールの子孫の中で最年長者であり、チンギス家の王女ソユンベグをめとっていることから、ティムールの後継者を辞任しており、孫のムハンマドスルターンを、 後継者に指名したティムールの決定に反発したことが反乱の実情であると考えられている。ミーラーンシャーの反乱の鎮圧をきっかけに7年戦役と呼ばれる政法での軍事行動が開始される。ミーラーンシャーは統治権を取り上げられ1403年にティムールは西イランをミーラーンシャーの息子に分配した。ハリールスルタンにアルメニアとグルジア。 ウマルにアゼルバイジャン、アバーバクルに、イラン西部とクルディスターンの統治を命じ、ミーラーンシャーは、アバーバクルに同行する。ティムールの死後、ハリールが1405年に、サマルカンドに入城し、都市に蓄えられた財産を摂取した。ハリールは、ティムール家の王子の中で最年長者である、ミーラーンシャーに、後継者の資格があると考え、アゼルバイジャンのミーラーンシャーの元に使者を送った。 ミイラー・アンシャーは、ハリールの呼びかけに応じて、マーワラー・アンナフルに向かうが、進軍中に、イボテのシャールフの妨害を受けて、アゼルバイジャンに引き返した。アバーバクルの軍隊と合流したミイラー・アンシャーは、西イランに帰還した後、ソルターニー家を奪取した。ミイラー・アンシャーのかつての領地である西イランでは、ミイラー・アンシャーと息子のアバーバクル、ウマルが互いに争い、 ティムール朝の支配を拒む在地の勢力の反撃を防ぐことができなかった。1406年10月にアゼルバイジャンは黒羊アサによって占領され、1407年8年にミイラーンシャーとアバーバクルはアゼルバイジャンの脱会を試みたが、黒羊アサの君主からユースフに敗北する。1408年4月にミイラーンシャーは殺害された。文献による ありがとうございます。